はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回はレオナを使って敵を作っていきましょう。はい、まあレオナソルといってね、昔からある形の敵になっています。はい、まあラバーが今回ね、情報修正されて55から56というね、めっちゃ強くなったところもありますし、まあサンフォークなどもいて、前よりかデイブレイク強くなったのかなというところです。また祭司もね、1-2から2-2になったというところもあるので、まあ耐久力もあってアグロにも対応できるのかなというところですね。はい、まあデッキの内容はほとんど変わってないというところもありますし、昔のね、形を採用してるってところもあるので、目新しいカードは入ってないですね。はい、ただカードパワーのね、単品が強くなってるってところもあるので、まあ使ってみたというところです。はい、まあデッキの内容は概要に書いてますが、言っていきたいと思います。兵士が3、3、6、3、盾兵2、果たし合い3、警戒も3、祭司3、静寂2、卵1、レオナ3、炭治郎3、スクリーチ2、創造2、ラーバン3、連携2、エクリプス2、ソウル3というような感じになっています。デッキの作り方などは試合見ていただければわかると思うので、それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。お相手は、リベンスウェインというような感じですね。ここはこれでいいかなと。果たし合いもっとこか。はい、うん、連携と、オッケーオッケー、悪くはないかなと。まあ相手はどう来るか。エクリプスブス、まあここパスしちゃってもいいかなとこですね。パスしましょう。はい、うん、オッケー、炭治郎。はい、うん、ここで3点取れるか取れないかってところもちょっと大きいかなってなってくるので、はい、いいっすね。でバストで次祭司ぶん投げて、まあノクサスバンドルシティとこなので、ほうき星とかね握っとけば全然強いんじゃないかなというふうに思うので、ほうき星は来ねえと。こういう時に来ねえのが一番ムカつくんだけどな。いっちゃムカつくんだけどな。ちょっと待ってな、ここ流星雨でいいか。はい、まあここブロックしつつでいいかなと。かブロックせずにパスもいいか。はい、 OK で炭治郎出しちゃえばいいか。はい、うん、で相手はどう来るか。持っちゃう。まあこれでいいかな。ゴー。はい、オッケー。で間はどう来るか。目と目かな。オッケーオッケーオッケー。まあここを果たし合いで取っちゃうっていうのもありだけど、私やり取ろう。オッケー。はい、まあもう1枚目があるなら目を使わせてね、リソース破壊しちゃってもいいので特に問題はないかなと。オッケー、通り道、うん、悪くない。オッケー。はい、で次ラーバン出しちゃうからね。オッケー。はい、で3方向来てくれるのは偉いね。なら3フォークでもいいかなってところだね。ここはまあ相手がどういうふうに動いてくるかにもよりますが、学者、ここはラビアン行きましょう。はい、ラビアンです。3フォーク、3フォークいいね。バルキャーネで死のって、オッケー、目あんのかな、場所、はい、目と、オッケー、まあ、パスしましょう、うん、でパスと、どうしよっかな、ここ、で警戒もうも、まあこれ打って、欲しいのかな、やっぱほうき星とかああいう系統欲しいなってところあるんですけど。ねえ、控えないからね。これ1個、はい、オッケー、でパスタ、うん、どうしようかな。ここデイブレイクでこいつ出したとしてもそこまで強くないから、ナイトフォールで出したいっていうのが正直なところあって、今ねやったとしても
ショーを殺しダイをタスク。あーどうしようかな、ここただエクリプスプス置いといてでもいいね、ここ。はい、うん、でスタンね、オッケー。まあ特にスタンされたからっつってね、服従か滅亡か。これでダメージ食らっちゃうけど、まあ良きでしょう。はい、いいわ、オッケー。つまらん命だと。全ては帝国のために。どっちしもな、レベルアップはするから。オッケー、でパスと。はい、でサンフォーク出して次連携打てるようにねしとけばいいかなというところですね。オッケー。戦いの後はカラスの宴だ。はい、パスですね。オッケー。でラービアン、ラービアンでかいね、ここ。トコシエおじさん出しちゃっていいかなっていうところあるけど、まあエクリプスプスでぶち当たってってでもいいかなってところあるけど、サンフォーク出して5の10の11、まあここパスでもいいかなってところだね。相手が動いてくるからその動きに合わせて自分が動けばいいのでパスしようか。リバいるならリバ出てくると思うし、オッケーオッケーオッケー。でサンフォークだ。積み荷を下ろせ了解おじさんがいるかもしれないからね。オッケー、はい、血を捧ぐ。そうやったらサンフォークいきましょう。はい、うん、オッケー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 。はい、でリベンベン、リベンベン来るなら怖くないね、そこまで動き的にね。それだったら超新流星雨で取ってしまってもいいと。流星雨で取ろうか。はい、これでいいわ。 OK、 うん、はい。で、カエル学者パスと。まあ想像でいなしちゃってもいいからね、相手が目とか打ってくるんだったら。目とスウェインの目だったらこれはこうしましょう。はい、で今何マナ ?9 マナか、これでいいかな。うん、オッケー。あ、そっか、スタン入ってるからどっちにしても入るのか。しくったわ、まあいいか。そっか、スタン入ってた、忘れてた。オッケー、祭祀引けんのでかい。じゃあこっちから出そう。はい、うん、で大蛇でねしっかりと引っ張ってしばいていけばいいかなと。で行こう。まあちょっとポイズンダーツ打たれたらね意味ないっちゃ意味ないんだけど、あそこに打つ、あマジ、オッケーオッケー。それだって全然ええの、相手プレミしたかな、これでな、ゴー。はい、顔面打っとけばねここスタンスするのにね。まあこれがゴールド隊ってやつか。まあどう来るか。はい、まあ目があったとしても厳しいと思うけどな。 OK、 GG、 イエス。はい、マッチに出しました。お相手はパイクレクサイというふうな感じですね。ここは全マリしましょう。はい、あいいね、テンポよく出せるし、うん、悪くはない。いこう。はい、オッケー。はい、でパスと。
まあ、縦兵出しちゃっていいかなというところですね。まあ、相手普通にはあれかな、 OKOK で、デイブレイクも、あ、デイブレイクじゃねえわ、あれも発動しなくて OKGG と。とんでもねえな、おい、とんでもねえよ。はい、間違いになりました。お相手はセナベイガーというふうな感じですね。ここやだね、セナベイガー。まあ、祭祀1枚持っといて行こうか。あ、まあいいんじゃない、うん、ハイパイとしては悪くはないかもしれない。いいね。で、タコイたち、うーん、タコイたち来るなら2枚目の兵士いるからここは出しましょう。はい、で、パスタで、静寂、 OK、 行こう。で、池田エライザー、じゃあこれ行こうか。ゴー。うん。OK。はい。で、パスしましょう。で、炭治郎。で、タコイたち。まあ、祭祀出しちゃっていいね。いや、これマジで引けねえんだけど、なんでさ。引けないの？ほうき星。あれ、ほうき星ナーフ食らった？池田エライザな。池田エライザやだな。めんどくさいな、やっぱり、あいつ。あれ、ふざけ。まあ、どっちをコストプラスにしてくるかな。果たし合い。悪ふざけ。4、5、めんどくさいね。まあ、ここはブロックだ。はい。で、パスト。で、レオナここで出しちゃっていいかなってところはありますね、正直なところ。はい、レオナ出しましょう。うん。照らした前。OK、OK、OK。どうぞ、マッシュ式ね。まあ、パスしよう。うん、特に問題はないからね。じゃあここ、こいつだけアタックでいいや。はい、オッケー。パスと。で、ラーバン、いいね、ナイスナイス。オッケー、じゃあパスしましょう。まあ、セナ出てきたとしても、果たし合いで取れるっちゃ取れるけど、まあ、パチション、OK、はい。で、連携ね。まあ、じゃあ、ここ、ラービアン行って。はい。ミニモーフ。OK。可愛くされちまったな。で、池田エライザー。まあ、ここはアタックでいいかな、オールインで。はい、オッケーですね。はい、うん。で、パスと。こっから怖くなってくるからな、後輩になる人だったな、こいつらは。キャイロイの学者、そこまで強いカード引けてないんだろうな。デイブレイクよりか、多分ここはこいつエクリプスブス行きたいけどね、ソルさんいねえし、今。そうだね、こいつ出そう、ここで。うん、靴の光を言ってもらって。はい、で、自社ね。で、5ダメな。了解了解。じゃあラービアン行こうか。はい、これですね。ラービアン死んじゃうので OK。 うん、で、パスと。はい、で、果たし合う。まあ、こっちからいいかな。あー、チャンピオン引けるっていうのはでかいけど、ここはドラゴンさんでもいいかなっていう感じもあるけど、こっち行こう。はい、
まあここなんで炭治郎から行かなかったかっつうとね、そこまでライフセールしても今美味しくないっちゃ美味しくないので。闇には闇で対抗するわ。でベイセナさんね。じゃあこれでいいわ。はい。いい輝きだ。うん。いい輝きだ。はい。まあしっかりと果たし合いでぶち取っていければいいから特に問題はない。光の力だ。まあこれでいいかな。オッケー。はい、オールインしましょう。まあまあ、ミーや言うてな、はい。まあ、どう来るか。はい、オッケー。よし、で、パスと。で、2対3な。で、俺、リオン、ソルソル。ソルソル来るのでかいね。いいぞ。はい。闇と光を。それだったら静寂かましていくっていうのもありやけどね、ここ。そうすれば特に問題はなくなるから、まあ、パスでもいいか、ここ。これで。はい、これでパスしましょう。OK。うん。で、クリップスペース出してパスしましょう。はい。で、タコイたちな。でパスト。まあ相手はどう来るか。でダークニッシュ。まあダークニッシュ打ってくんならここはじゃあ果たし合いで取りましょうか。連携で取ってしまうっていうのもありかな。連携で取るか。はい、これでいいわ。 OK。うん、悲願。オッケーオッケー。はい、まあ特に問題はないかなというところですね。で次あの星かってソル出そう。でトゥントゥンの棒よき場所。はい、で俺リオンソルソル行きましょう。ソルソル行ってコズミックレイレイでいいかなと思います。ここはぶっ放しましょう。はい。まああとは動かないことをすればいいから、ここ死んだとしてもね特に問題はないので。 OK、 ツンツンね。パスト。ミニ毛布1枚使ってるからね相手ね。どう来るかな。5ダメダメっす。それだったらアタックでいいな。はい、真実を照らしてもらいましょうか。これでいいっすね。うん、オッケーかな。かここを果たし合いで取っちゃってもいいか。こうしよう。オッケー。はい、ちょっと76痛いからね結構。はい、でダークネスぶち込む。 OK、 パスト。でドラゴンさん来るね。 OK。 なんて目で見ている。で明かりをつないでいく。スタンされんのがこっちか。でダークネスかまされる。まあそれだったらあれか、ここはパスしつつ。 OK。 はい、まあ相手はねこれ打つしかないので、なら果たし合い切ってしまえばいいからね。得意に問題ない。先に切ったら果たし合い打てばいいし、だったら果たし合いです。 OK。はい、じゃあ巡り合わせ打ってレオナ。 OK、 パスしよう。カイルの学者な。 OK、 そして吐くっすな。でパスと。
まあじゃあここドラゴンさんでいいかなと。はい、まあこいつ出しちゃえばほとんど終わるじゃないかなと思うけどね。対応するカードはないと思うので、うん、セナ出したとしてもきついし、モフモフぐらいでしょ。ミニモフあるか、なんかありそうだね。ミニモフこの動き、これいこう。嘆き、嘆きだったら警戒もぶち込んでもいいかな。ぶち込むか、はい、 OK OK GG イエス。